こんにちは、にじこです。今日は風さん、静岡ですね。浜松ね、なんだろう、キャラクター、うなぎパイしか私思い浮かばないんだけど、うなぎパイはね、当然あのお土産であるでしょうね。うんね、浜松の皆さん、付近の皆さん、楽しみですね。うん、そして明日は三重、うん、つですよね、つ、うん、ね、いいな。そうそう、それであの昨日はね、ちょっと配信できなかったんですけど、ちょっとね、一昨日昨日ともうちょっと私超多忙で時間が全くなくてですね、できなかったんですよね。もう私があの配信しないというのはもうあの時間がないぐらいしか理由はないですね。まああと体調崩したとかね、うん、もうあの話したいことはいつでも、もう無尽蔵にあるんですけどね。はいはい、すいません、変態性を発揮してしまいました。であのあれです、あの前回ね、あのちょっと私ちょっとあのね、あの中を開けのわからない配信をしてしまいましたが、もうね、くだらないと思いつつね、なんかね、もう自分に嘘がつけなくてね、なんか思わずあんなあんなこと話しちゃったんですけども、でもなんかあの同じようなね思いをしている人が結構いらして、で皆さん葛藤しているんだなってことも分かって、でそれをなんかあのなんか一生懸命自分でね、いやいや、もうあのそんなのね、とらわれてちゃいけない、もう私から忘れようとかね、あの執着はいけないとか、あのまあ、あの行ける人がね楽しんでくれたらそれでいい、もう私もはまた別にチャンスがあるからとか、一生懸命あのこうね、あの言い聞かせてこう納得させようとしてる、そのね、いじらしさにもうなんかね、あのなんかみんな本音言ってもいいんだよっていう思いもあって、そしたら本当は行きたいって、もうなんかもう本当に行きたくて行きたくて、毎日なんかあのね、ちょっとネタバレ見ては落ち込んでとか、そういう人がいっぱいいて、うん、そりゃそうですよね。でなんとコメントが100を超えるコメントをいただいて、もういつになくすごいコメントで、いやもうそれだけだからみんな同じ思いだったんだなって、そういう人が多かったんだなって思ってね、うんね、まああれですよ、頑張ろう頑張って生きようね、うん。でちょっとね、今日はあれを見てたんですよ、1年前のフリーライブの時のね、日産スタジアムの約1年前のね、フリーライブやった時のニュースなんだっけ、あのニュース番組忘れちゃった、そこで特集をされてて、インタビューを受けててね、風さんがその様子をちょっと見てたんですよ。なんで見たかというと、それを録画してたものを見たんですけどね、ちょっと私の風ライブラリーをね整理する必要があったんですよ。整理っていうか、うん、まあいろいろ、まあそれはスタンド FM の方で話してるんで聞いた人はわかると思うんですけど、一部の人にはわかってるんですけど、まあそのね、いっぱい溜まってしまったブルーレイをちょっとね、なんとかせねばということでね、ちょっと見てたらそんなのがあってね、ああ懐かしいと思って見てたんですけど、でそしたらね、なんかまた改めて風さんの言葉にね、ちょっと胸を打たれましてですね、私ちょっとね、その話をねしたくなっちゃったんですよね。ね、ストリーミング再生1億回キラリがね、ちょうどそれで18万人が視聴してたって、ツイッタートレンド1位にもなったっていう、フリーライブね、今日流してますけども、この異常なスクショ皆さん引かないでね、うん、ね。でこの時に
本当は観客を無料で招待する予定だったけど、まあコロナでねそういうことができなくなっちゃって、でその時のインタビューでね、この無料の生中継ライブに込めた願いっていうのを風さんに聞いてるわけですよね。でそしたらそのフリーっていうのにいろんな意味があって、まず本当に無料ですぜっていうことと、それから今何かみんな窮屈そうやなって思うんで、そっから自由に感じて、でわしも心開いて一緒に自由になろうやっていう、そういうね思いもあってっていうことを言ってたんですよね、うん、そしてこのコロナ禍でね活動、いきなりデビューでコロナ禍でしたからね、活動させていただいてるんだけれども、みんな大変ですよねとか言うじゃないですかよく。でもあんまりなんか嫌じゃなとか、これができんから嫌やなとか言うよりは、こんな中じゃけどすごくまたとない経験をたくさんさせてもらえて恵まれとるなと思う立場におると思うし、嫌なことがあっても寝たら忘れるタイプなんで、なんて言ってるわけですよね、うん、であとおとん様からの言葉ね、決しておごるな、でなかなかに厳しい言葉ですよね。でもすごいですね、決しておごるな、うん、でおとん様にね、今回のライブもおめえがライブをしよんのじゃないってやらせてもらっとるっていうね、それを言われたってね、本当おとん様すごい。だから風さんね、風さん自身もそうだけど謙虚でね、傲慢さなんか全くなくて、でおとん様もそういうねやっぱり思いで風さんをずっと見てきて育ててきたっていうのがね、だからこそ風さんが風さんとなり得たのかなという感じもしましたね、うん、で息苦しさを感じている人々に幸せになってもらいたいって、今回のライブで特に思い入れのある楽曲はわしがすごく尊敬しとるマイケル・ジャクソンのヒール・ザ・ワールド、うんね、これこの曲の持つメッセージが今すごくぴったりやと思ったって、うん、好きな歌詞があってね、僕の心の中ではみんな兄弟みたいに感じてるんだって、みんなに幸せになってもらいたい、ピュアなメッセージを伝えられたらいいなって、僕らは空高く飛べる、僕らの魂は決して死なない、僕の心の中では君たち皆が兄弟なんだ、みんなきっとたどり着けるさ、もし君が命に思いやりを持てたなら、小さくてもいい、より良い場所にしよう、世界を癒そう、より良い場所にしよう、君と僕とそして全ての人類のために、すごい歌だね本当にね、うん、でそんなのをさ、そんなのをさとか言ってそう見てたんですよね、うん、で本当に風さんはみんなを幸せにしたいって思いが本当に第一で、だから今回のライブもね楽しませて、なんか行った人によるとね、その2階っていうのを作って、その、ね、舞台でそんな2階作って上がるとかどうなんです、そんなあります、それで2階席の人にもね近くに感じるようにとか、もうどこまでもこうね、細やかですよね、みんなにっていう、本当にみんなにっていうのが本当にみんなになんですよね。だからアリーナの時だっていろんな場所に座ってどんな見え方するのかなっていうのを確認してね、でそこにいる人たちのことを常に意識されてたと思うんですよね、うん、そんな人いるんでしょうか、本当ねえ。でそれもなんかすごく軽やかにね、風さん自身がとっても楽しみながらね、なんか責任とかやらねばとかっていうなんかそういう変な重さを感じないんですよね、なんかすごく軽やかでね、で謙虚でね、なんかすごく軽やかにこちらも受け止められるって感じで、なんなんですかね本当に、うん、もうなんかすごいです本当に、はい、そんなことをね朝から思ってしみじみと私はフリーライブを見て浸っておりました。それでちょっと遅くなったんですけど、はい、
で、あとこんなコメントいただきました。ステラさん、にじこさん、こんにちは。なんて素晴らしいお話なんでしょう。これは心の勉強会ですか、講義ですか、カウンセリングですかこんな素晴らしいお話を受講料お支払いせずに聞いちゃっていいんですか、なんて思いながら聞き入ってしまいました。生きていく上であらゆる場面に当てはまる深いお話、今後何かでブレそうになってもその度に私はこのお話を思い出して心を整えていくと思います。ご機嫌に生きていきます。まあありがとうございます。そんなに受け取っていただいて嬉しいです。私もで、まああれですよ、カウンセリングですかって、まあね、私もねそんなことをまあなりわいにはしてるんですよ。だからそういう話がついね出ちゃったりってことはねあるかと思うんですけれども、でも嬉しいです、こんな風に受け取ってもらえて本当に、ありがとうございます。それからムーンチャイルドさん、なんかあれですってね、群馬の高崎は布袋寅泰さん の出身地であり、どうやら布袋ギター柄の包みにはボーイ関連のものが入っていたようですね。私も布袋さんのツイッターを見ていたらズッズさんのことも話題に上がっていました。岡山の HMV に風さん宛てのメッセージボードがあって写真がアップされていました。それに MG カワーズの名前で藤井風さんにカバーしてほしい曲記入欄にボーイと書かれていました。もしかしたらズッズさんが布袋さん推しなのでしょうかね。えなんかそういう噂がありますよね、ズッズさんボーイが好きだとね。えでもなんか風さんはわし知らんとか言ってなんかスルーしたんじゃないですか。なんかそんな話聞きましたよ、どっかでねえズッズさんの思い届かずはい、ね、そんなでもね、今日も楽しいライブでしょうね、きっとね。いやでも本当にね、その風さんのこの改めて私そのフリーライブ前のインタビューのねニュース番組を見てて、その風さんの思いね、どうにかしてみんなをハッピーにしたい、みんなをいい感じにしたいとこ、幸せにしたいっていうね、その思い、それだけって言ってもいいぐらい、なんか私自分ちっちゃいなって思っちゃってね、もうくだらないな私本当にと思って、もう改めてね思いましたよ。もう本当なんかねえぐじぐじ言ってんじゃねえよって自分に思いまして、なんかまた新たに気持ちがね、ちょっとストンとなんていうかな、ハッとしたものを感じましたね、私はね。目が覚めたって感じです、ちょっとね。はいね、ありがとうございましたって感じですよ。はい、そしてお誕生日の方がいらっしゃいます。ね、5月31日も過ぎちゃったんですけど、サナさん、こんにちは、にじこさん、初コメントです。ありがとうございます。今回のお話、心にすごく響きました。私もチケットが外れて落ち込む気持ちを吹っ切れたと思っても全然違ったり、今日が誕生日なのですが、このにじこさんのお話が聞けてとっても良かったです。まあありがとうございます、本当にね。サナさん、そんな優しくて謙虚なサナさんが素敵ね、もう絶対いい1年が待ってますね。5月31日サナさんお誕生日おめでとうございますね。もうね、チケット外れたのは悲しいけど、でも風さんのライブはこれからもずっと続くに決まってると信じてるのでね。まあそれは分かんないですけどね。でもなんかまあきっとまたね、とりあえずスタジアムやるみたいだしね、また次のチャンスをって思って楽しみにしてましょうね。もうサナさん の今後の1年が絶対素晴らしいものになるようにって私も祈ってます。はい、そして次は6月1日生まれの方ですね。サチさん、にじこさんおっしゃってることとてもよくわかります。風さんのライブに行けないということを通じて、にじこさんは無条件の愛について内的対話をされたのだなと感じました。
条件によって幸不幸を決めることが条件付きの愛で、条件に関わらず幸せでいることが無条件の愛なら、風さんのライブに行けないという条件は変わらないまま、自分をいい気分にすることができたなら、無条件の愛の状態を達成できたと言っていいですよね。風さんのライブに行けないことは悲しいんだけど、でもそのことをちょっと脇に置いて周りを見渡せば、私たちをいい気分にしてくれるものはたくさんある。その瞬間ごとに自分を幸せにしてくれるものにフォーカスを当て続けるというとても大切な練習のチャンスを風さんは私たちにくれたのかも。すぐにバランスを取り戻せるにじこさん、さすがです。いえいえいえ、グラグラですよ私も。今日誕生日なのですが、誕生日に無条件の愛についての配信を聞けてとても幸せな気分になりました。ありがとうございました。あれ？じゃあ6月1日じゃないのかな？5月31日かな？ごめんなさい、ちょっと今日っていつなのかよくわからなくてごめんなさいね。31日かな？はい。サチさん、お誕生日おめでとうございます。はい。なんて素晴らしい分析。そうですよね。風さんのライブに行けたら幸せ、行けなかったら不幸せ、そんなわけはないね。本当に常に何があっても自分のことは自分が喜ばせる、自分のことは自分が幸せにする、そう、無条件の愛ですよね。はい、ありがとうございます。それからくーちゃんさん、私はまだトレードが待ってるのでドキドキです。私の誕生日は6月1日です。よろしかったらメッセージお願いします。ということで、くーちゃんさん、6月1日お誕生日おめでとうございますね。トレードの結果ドキドキですね。はい、もうね、チャンスがこうあるっていうのは嬉しいですよね。なんであれ、くーちゃんにも嬉しい結果が待ってることを私も祈ってます。くーちゃんに幸あれね。素晴らしい一年が待ってますから楽しんでくださいね。はい、ということでですね、ね、風さんも大手を広げて、もうすごいですねこれね。本当なんか大いなる宇宙のパワーを受け止めてるみたいな感じに見えますけど、これ深呼吸しようかってとこですけどね。はい、もう自分のことは自分で責任を取る、もうこれは私も本当に忘れないようにしたいと思ってます。それで風さんのライブに行けたら、またそれはもうそれでものすごく嬉しいこと、でも行けないとしても、それでも私は私を幸せにすると、また改めてね誓ったところでございます。はいね、なんか思わぬ反響に、私こんなことほざいていいのかしらと思ったんだけど良かったのかもしれませんね。皆さんも吐き出す場ができて、はい、ありがとうございました。またなんかぼやくかもしれませんがよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではまた。